東京五輪開幕まであと半年余り、本番に向けて、心と体を充実させていかなければならないこの時期に、川井選手をお招きして映像形式を取り行うことができて、我々も誠に嬉しく思っております。第34回中日体育賞、川井梨紗子殿、あなたは2019年9月に行われたレスリング世界選手権女子57キロ級で優勝し、2020年東京五輪代表に決まりました。ここにその活躍を称え、第34回中日体育賞を贈り表彰します。令和2年1月20日中日新聞社代表取締役社長、豊島一郎、おめでとうございます。今日はありがとうございます。先ほどサインを書かせてもらった時に、歴代の受賞者の方の名前を見て、自分もここに並ぶんだと思うと大変光栄に思いますし、この賞に恥じないように東京オリンピックでしっかり成績を残さなきゃいけないなと改めて感じました。私だけでなく妹と一緒に出るオリンピックになるんですけども、たくさんの方が注目してくださってると思うので、2人で頑張って、そうですね、また中日新聞さんに優勝っていう記事を書いてもらえるように頑張りたいと思います。今日はありがとうございました。